こんにちは、ふとば商店の村井です。今日はゼファールの商品を紹介したいと思います。今回紹介するブランドはフランスに拠点を構えるゼファールです。ゼファールは1880年に創立した前身のプトレモラン社から数えて140年以上の歴史があり、現存する自転車アクセサリーブランドとしては最も長い歴史のある会社です。バッグ類や鍵、ポンプは別として、いまだにメイドインフランスにこだわりながらも、より多くの人に使用してもらえるよう自転車に必要なアイテムを低価格帯で販売しているブランドになります。まずはロードバイクからクロスバイクまで幅広いニーズのあるフェンダー類からご紹介いたします。ゼファールフェンダーの代名詞スワンロード、取り付けはツールフリーで簡単にできます。シートポスト径が 25mm から 35mm、 700C 28インチで 30C ほどの幅まで対応しております。スワンロードと一緒に使用してもらえるフロント用フェンダークルーザーロードもあります。こちらはダウンチューブにラバーバンドで取り付けるツールフリータイプで、75mm 径のダウンチューブまで対応しております。 700C 28インチでこちらも 30C ほどの幅まで対応しております。またスワンロードとクルーザーロードはセット販売もあります。次に人気のあるリアフェンダーは、名前を変えながらも長い間販売されておりますデフレクター RC50 です。往年のライダーにはフラミンゴの名称で愛されていました。26から28インチ 35C 程度まで対応しております。こちらもツールフリーでの着脱ができます。クロスバイクや CTB、MTB に回せやすいデザインが長年愛されている理由です。デフレクターには多様なサイズがあり、基本的にはマウンテンバイク用のフェンダーの種類となります。26から29インチに対応したフロントやリアのフェンダーが多数あります。デフレクター RM60 のリアフェンダーは本体幅が 72mm ありますので、マウンテンバイクユーザーには重宝されております。デフレクターのフロントフェンダーはコラム止めやフロントフォークに固定するタイプになりますので、サスペンションフォークにも対応しております。簡易タイプもございます。サドルレールに取り付けるタイプのシールド S10 は昨年発表になったばかりの新製品です。サドルレールをこの溝に合わせてはめるだけです。またフレームのシートステイやフォークにタイラップ止めする簡易フェンダーのデフレクターライトは M サイズ、パッドバイクに対応した XL サイズの2サイズあります。最後までご視聴誠にありがとうございます。